今66ドラえもん広場にいます、うん、すごいですよ、ドラえもんたちがたくさんなんか秘密道具を持ってたくさんずらっといます。これ見てください、これアンパン入れるのパスなしで入れるの、すごいよ。両方なんかこれいっぱい必要でしょ。うん、はい、アンパン、はい、いや、あとはこれね、通り抜け夫婦、通り抜け夫婦ね、ハルコがね、私ね好きな、なんか可愛いなって思ったのがいるんですけど、これですか、神様ロボット、そうです、なんかこれなんかもね、道具がいっぱい置いてある、ここで、うん、まあ写真がいっぱい撮れるということですよね、はい、皆さん、今日の私たちの中継いかがでしたか、はいはい、あいい、はい、テレ朝夏祭りの見どころちゃんと伝わりましたか、伝わりましたかね、伝わった、伝わった、ほぼ伝わってないから、うん、ビールも美味しそうでした、ビール美味しそうでした、青ビール、はい、うん、青ビールどうでした、青ビールどうでした、青ビールも最高ですよ、あの後も30杯飲みましたからそんなに100杯飲んだり30杯そばっかりですよ、いや本当楽しかった、美味しかったのは本当だということは伝わりましたよね、はい、うん、大丈夫です、大丈夫です、そうです、はい、うん、ものすごく楽しい空間でした、はい、はい、はい、そして、うん、原宿アベニューの夏祭りウィーク今日で終わりです。そうそうです、ね、スペシャルウィークはこれで終わりということ で、 今日で終わりです。ただ夏祭りは8月の28日までやってますから、ね、皆さんどんどん来てくださいね、はい、はい、そして来週からはまた私たちが原宿のスタジオから生出演、スタッフ丸一丸となって、ちょっと漢字が読めなかったんですよ、ごめんなさい、中学1年生のもんですから、ね、漢字読めません、はい、もう一回もう一回もう一回、はい、もう一回いきます。スタッフ一丸となって全力で、はい、お伝えして、はい、していきたいと思います。一丸のところ一丸と呼びましたからね、はい、そして、はい、はい、月曜日から金曜日午後6時30分から90分間の生放送です、うん、はい、皆さんこれからも原宿アベニューを見てください、はい、めぐちゃん、りょうくん、森アナ、スタジオお願いします、はい、